こんばんは。こんばんは。やっほー。もうバタバタしすぎてやばい。めっちゃバタバタしてる。急ぎすぎてツイートもできひんかった。あめちゃくちゃ暑くて、こんばんは。着替えようとしたけど時間間に合わへんかったか、着替えられへんかった。悲しい。あ、そしてクーラーつけてくる。こんばんは、皆さん。そう、背景作ったんです。ちょっと待ってね。バタバタしすぎて。どう？見える？自分で作りました。すごい？こんばんは。あ、間に合った。そう、自分で作った。うまい？上手？あのですね、お久しぶりにショールームイベントに参加するということで、昔ね、めっちゃこういうの作ってたんですよ。そう、だからそうなんです、こういうの好きで作ってみた、久々やし。一人で作りました。そう、デザインも自分で考えて、このショールームイベントでセンターを取って、 MV とかその楽曲でセンターで踊りたいなって思って、本気です。そう、最近ね、オンライン話し会とかでもこう
握手会の時はね、装飾みたいなのをしていたんですけど、それができなくなってしまったので、そう、今回こうやってしてみました。ありがとうございます。お星様とかカウントもよかったらお願いします。ギフト物送ってくださっている方がいらっしゃってありがとうございます。ちょっとね、配信お話し会をしていたんですけど、ちょっと配信で遅れてしまってね、休憩時間とかもしたらよかったんですけど、休憩時間でこう一番初めてのさ、配信をさ、こう私は休憩時間にしてしまったら雑になってしまうので、雑にしたくないなと思って、その丁寧にできる時間、自信がなかったので、ちゃんと帰ってきてこうやって配信をしました。すみません。あ、タワー来てる。え、そう、この背景を見てほしくて、そう、1回目の配信はここでやりたいと思ってて、こんなね1日3時間も出て申し訳なかったんですけど、急いで帰ってきたんですけど11時になっちゃった。タワー来てる。これさ、今回タワーのギフトがないから、どれがタワーかが分かんない。あ、くれてた、タモちゃん、ありがとう。あとは誰かな、タモちゃんかな。タモちゃん、タワーありがとう。どうやったら背景も見えるか。撮れたかな。タモちゃん、タワーありがとう。せーの、ズンタワーありがとうございます。タワー今日ね来てくれたよね。いつもいろんな相談をし合ってて、とっても楽しいお話し会です。ありがとう、今日も来てくれて、しかもギフトまでありがとうね。出遅れた全然ありがとう、来てくれて。24時まで配信するので、で、私のことを知ろうの回です。なんかさ、紙とか用意してさ書けばよかったのにさ、もうバタバタしすぎてできひんかった。口頭でも伝わる私の自己紹介って。お、ゆうぽうさんも、お、ありがとう、ゆうぽうさん、タワーありがとう。これさ、リアルタイムで順位発表されへんのきつくない？そんなこともなく？そう、バタバタしていて今日ごめんね。どうやって見えるか。ゆうぽうさん、タワーありがとう。せーの、ずんタワーありがとう。今日来てくれたよね。今日さ、ちょっとさ、あ、ちょっとちゃんとさ、お話できてよかった。いつもオンデマね、めっちゃ見てくれてんねんけど、オンデマ見てくれてありがとうね。これからも見てね。せーの、ズンタワーありがとう。あ、ズンタワーまたした。大丈夫、ありがとう。参加メンバーのルーム一覧の順番がそのまま順位になってるらしい。そうなんや。ね、見て、今日のさ、髪の毛可愛くない？帰ってきてほどこうとしてたけど忘れてた。お話し会だけにしとこうかなと思ってんけど無理やった。ちょっと本当に時間が何もなかった。10分前くらいに帰ってきたのよね。
ごめんね。そう、かわいい。今日はここも巻いてみた。かわいい、ありがとうございます。はい、ということで自己紹介とかしていこうかな。そう、リボンもつけて自分でポニーテールしたんです。はい、 AKB48 チーム K の兵庫県から来ました、ずんちゃんこと山根すずはです。ずんちゃんっていっぱい呼ばれているのでずんちゃんって呼んでください。ずんちゃんっていうニックネームだけが先行してて、顔と名前が一致してない方がちょっと多いらしいんですけど、ずんちゃんって呼んでください。普段はハーフツインをよくしています。髪色をよく変わります。2000年生まれの2000年8月11日生まれの21歳です。なんかあるかなと、なんかあるっけ。 SNS がすごく好きで、なんかいつもこう漏れた画像とか文章とかも数時間くらい考えて載せたりしているくらい SNS を大切にしていて、そうです。普段は、AKB を広めようと、Twitter をたくさん動かしています。 AKB が番組に出たりとか、歌番組とかテレビとか話題になるたびに AKB が広まりますようにって SNS をよく更新しています。あ、そう、文章を書くことがすごく好きで、そうですね、ノートアプリなんですけど、ノートというアプリをしていて、そうです、書いているのでぜひ読んでください。更新頻度をとても上げたいですすごく更新頻度を上げたいんですけど、なかなか上がらなくて申し訳ないですね。すみません。です。あとは何か知りたいことありますか。こんばんは。こんばんは。はい、あ、そっか、このショールーム選抜を、ショールーム選抜を、あ、めっちゃタワー来たありがとう。文章をちゃんと書ける人は少ないから、ぜひずんちゃんの強みとして続けて。ありがとう。続けます。ね、めっちゃ遠い来た。あ、ありがとう。あ、え、すごい、3人も。たくさんギフトもお星様もありがとうございます。アリさん。スックスさん、もーちゃん、ありがとう。タワーめっちゃかゆいめっちゃかゆい。
まるさん、背景が見れるようにスクショしてほしいな。こうか。まるさん、タワーありがとう。嬉しい。最近ね、東京まですごい遠いのにお話し会来てくれていてありがとう。間違えた、お話し会じゃなかった、公演。チーム系公演来てくれてありがとう。昨日もね、お話し会ありがとうね。楽しむことを大切にして頑張ろうね、おいず。ありがとう、一緒に頑張ろうね。どっちがフズクスさんかな、映るかな。はい、あ、ごめん、まるさん、せーの、ずんたわー、そしてふすくすさん、たわーありがとう。そう、ふすくすさんはお話し会ね、真剣な話したりちょっとふざけたり、業務的な内容めっちゃ多いけど時々中の数でね、お話ししてくれるのがすごく嬉しくて、そう、愛、なんかなんていうか業務的なことが多いんですけどでもなんかなんやろな、なんか隙間で見えるつーちゃんかわいいみたいなのが嬉しいです。ありがとう。せーの、ずんたわ。そしてもーちゃん、ありがとう。もーちゃん、取れた？もーちゃん、タワーありがとう。今日も来てくれて、昨日も来てくれて、いつもお話し会ありがとうね。なんかね、いっぱい長くね、お話しできるのすごく嬉しくて、とんでもなく、お話し会で考えられへんくらいとんでもなくいつも笑ってます。ありがとうせーの、ずんタワー。OK かな。みんなありがとう。すごいよ、お星様もギフトもカウントも。足かいてる足かゆくて足かいてます。みんなみんな嬉しい。なんか一緒にさ頑張れてる感じして楽しいよね。ありがとう、みんな。センター目指して頑張ろうね。ねえねえ、タワーとかさ読み忘れてたら言ってもらってもいい？ごめんね、一生懸命見てはいるんやけど。みんな、なんかねなんかすごいすごい、まだね、コメント欄おかしいから早いんですけど、なんかね、数年前に、一個ショールームイベントをして、セブ島のイベントかなでして、その前にショールーム選抜のイベントを2回してるんですけど、そんなね、もう3年前とかなんですよ、ショールームイベントをしてたので。ショールーム選抜なんてもっと久しぶりで、そう、すごくね、なんか久しぶりな感じがして、もう最近ファンになってくださった方も多くて、初めてねイベントに参加してくださる方も多いんですけど、すごく懐かしい感じがしてすごく嬉しいし、あの時よりも大人になったので、何より多分気持ちがちょっとその当時よりは安定しているかなと思うので、楽しみながら、一回一回ね企画もちゃんと考えたりとか、話すだけで終わる1時間もあると思うんですけど、面白い企画を考えたりとかしているので、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらなって思います。でこれね、数日前に作ったので、ハッシュタグずんちゃんとセンターへっていうのがなくて、で帰ってきて作ろうと思って置いてたんですけど、
忘れてて、あ、忘れてたじゃなくてバタバタしてて、あの作れないので明日までには作っておきますけど見て、本当にあの少量選抜のイベントが決まって参加しますって言ってからちゃんと作ったんです。かわいい、こういうの作るのが大好きで作ってみました。あ、タワーの、あ、ありがとう、食べおさんとカズくんとケイタさんとユリさん、オッケー、食べおさんやん、食べおさん、タワーありがとう、カズくん、タワーありがとう、ケイタさん、タワーありがとう。あ、コメントなくなっちゃった。ファン歴1週間くらいですよって、かわいい、一緒に楽しむ、一緒ね、一緒にさ年月をさ共にさしてさ行こう。だって1日経っていったら子さんやもん。ゆりちゃんかな、ゆりさん、タワーありがとう。ありがとう、みんな、ずんちゃんかわいいやって、頑張ってください、ありがとう、コメントも読むね。ずんちゃんごめん、2週もできなかった。え、全然いいで、ありがとう、星投げてくれて。ということで食べおさんからかな、あ、ね、後ろ見えてなかった、なんかめっちゃタワー来てる気がすんねんけど、食べおさんタワーありがとう、昨日と今日かな参加してくれたお話か、ありがとう。食べおさんとね話してる時間めっちゃ楽しかったし、あのなんかね素で話せてる感じがしてすごい楽しいし、なんかめっちゃいいめっちゃいい、ありがとう、せーの、ツンタワーありがとう、タベオさんタベオさんさの名前見たときいつもさなんか食べたくなる、タベオやから名前、ありがとう。次ケイタさん、ケイタさんありがとう、あのケイタさんで合ってるかな、あ、そう言ってもらえるとし、ケイタさんありがとう、お話し会に参加してくれたし、この前公演最前やったしすごかったよ、本当にいつもありがとうね、ずっと好きで言ってくれてる、ありがとう、せーの、ツンタワー。ちなみに配信時間の制限あるんですか？あります、3時間。カズくん、カズくんタワーありがとう、昨日も今日もありがとう。カズくんもねいつもこうやって背景飾ってくれてるんですよ、話し会の時ありがとう、それがすごい嬉しくて、私がねあのオンラインになってできなくなった代わりにいつもしてくれてありがとう、律儀に、せーの、ツンタワー。そしてゆりちゃん、ゆりちゃんってあのゆりちゃんで合ってる？あ、あのゆりちゃんやった、ゆりちゃんありがとう、星集めに行ってきます、いってらっしゃい、今日
今日もねお話し会来てくれたよね。めっちゃ忙しい中でね、あのお話し会ありがとう、来てくれて。いつも忙しいのにね、ちゃんと DM とか送ってくれて呼んでるからね、ありがとう。ゆりちゃん、私の癒しちゃん、せーの、ツンタワー、ありがとうゆりちゃん。書き終わった。12時までやから、あと35分くらいある。なんかね、明日ね、あのなんか山根すずはお城の会にしてんのやけど、終わっちゃった。何か質問ありますか、私の知りたいこと。嫌いな食べ物はピーマンですえ、スーさんタワー、え、ちょっと待って、スーさんめっちゃくれてるん。トキンちゃんさん、あ、間違えた、キンちゃんさんかトキンちゃんさん、え、って思うんだ。キンちゃんタワーありがとう。キンちゃんさ、さっきめっちゃ投げてくれてなかった、ハートかなんか。もしやそれ手痛かったやろ、ありがとう。名前にちゃんとかくんがついてる人はちゃんくんの名前で書いて、あのその名前だけの方はさん付けで呼んでます。そこにあの差はないので、あんまりこうマイナスに感じずお願いします。え、ね、スーさん6本、え、ちょっと待って、めっちゃ鼻かゆくなってきた。ね、待って、めっちゃ鼻かゆい、どういうこと。タワー10本、みんな飛ばしすぎかな、大丈夫、生活できるかな、みんなみんな生活できる。ズンちゃんのあだ名の由来が知りたいです。ね、昔幼稚園に向かってズンズン歩いていって、そのお友達のお母さんが、わ、ズンズン歩いてるズンちゃんってなってズンちゃんになりました。決してスズハの図から撮っていません。こんばんは。え、スーさん10本、え、ちょっと待って、大丈夫、みんなもやし食べますえ、スーさん10本どうやって書いたらいい、大きいので書いたらいいってこと。10枚書けばいい、え、どうしたらいい、どうしよう、え、10本じゃない、10枚の場合はどうしたらいいの。色紙で送ってくださいそれな、色紙に書きたいくらいやねんけど、大きいのに書こうか。ね、明日100均行かなあかん、紙買わなあかん、紙とかさ、画用紙とか買おうかな。え、ありがとう。あ、でもまず金ちゃん、金ちゃんタワーありがとう。さっきさ、めっちゃ押してくれてたよな、ハートかなんか、ありがとう。大変やと思うのにありがとうね。ポイントが大きくなるからかな、気使ってくれてありがとう、金ちゃん。この前ね、ナナさんのソロコンの前に駅で会いました本物ずんちゃん、プライベート本物ずんちゃんにお会いした方です。ありがとう、金ちゃん、せーの、ずんたわありがとう。すごい、みんな、あ、カウントもさ、お星様もありがとう。スーさんにどうやって書こう、このさ、大きい紙がいいかで、サイン付きにするもう10本さくれた人にわからんくなってんの。え、ありがとう。じゃあ、え、じゃあこの大きい紙に書くわ。
もうどうお礼していいか分からへん。どうしたらいいか分からへんからサイン書いてみた。スーさん、タワーありがとう。大きすぎる髪。10本もありがとう。なんか昔もさ、こうやって投げてくださった方に大きい髪で書いてた気がする。ありがとう。スーさん、お話し会全部参加してきてくれて、ほぼ現場も来てくれてて、いつもありがとうね。どんな時も一緒にいてくれて、一緒に成長するスタイル。今日なんか秘策があるってすごいお話し会で言ってくれてたから、何やろうと思ってた。これやありがとうスーさん。そう、なんか勘違いしてほしくないのは、イベントの最中やからこうやって書いてるんじゃなくて、前々からずっとこうやって書いていたので、急に書かなくなるのもあれかなと思ったし、でも急にこれ書いてこうやってもらおうとしてると思われてもあれなんですけど、これはずっと前からしていて、だいぶね初期の方からしていたので、勘違いなく叩かないでください。みんなも星様集めてきてくれたりとか、星三周してくれたりとか、カウントしてくれたりとか、ギフト送ってくれたりありがとう。コメントもこうやってね送ってくれてありがとう。すごい初日でドキドキしたんですけど、楽しいです。とてもなんかね、明日の配信を1時間を3回にするか、45分を4回にするか迷っていて、どっちがいいかな。この世にある星をすべて捧げます。お願いします。好きなキャラクターは何ですか？マイメロとかが好きかな。あとすみっこ暮らしとかが好きです。シルバニアファミリーとか、動物っぽいのが好きかな。すごい、明日さ1時間を3回でいいかな、とりあえず。で、明後日とか時間があったら45分4回とかにしてみようかな。とりあえず1時間を3回にしてみて。どっちがいいかな。でもメールでね1時間3回って送っちゃって、どうしたらいいかな。昨日の話し会で初めて話して、昨日がメール取り始めてた。ありがとう。プラメ取ってくれて。どうしたらいいかな明日。夕方からやったら時間があるんですけど、4回でもできるし3回にもできるし、どっちがいいかな。4回できるなら4回がいいかな。とりあえず1時間でやってみて考えるのもあり。明日は1時間 OK。 じゃあ明日は、はい決めました。明日はとりあえず3回にします。で、いろいろ相談して4回とかにしてみる。でも25分とか15分は企画ができなくて、企画を考えているので、企画をします。です。あ、タワーくれてる山ちゃん、タワー3本。どうしたらいい、どうしたらいい。大きい紙に書く。そうやったらでも10個と変わらん。え、どうしたらいい、どうしたらいい。あー、分からへん。久しぶりで。
楽しみながらしましょう。せやな。ヤバちゃん、ありがとう。ね、みんなそなんか優しい。どうした、みんな優しい。いつも優しいんだけど、なんか優しさがしみる。中間の神、オッケー。じゃあさ、これの神を半分にする。気使わんといてやって。じゃあこれの神を半分にします。神がもうないから、明日100均で買ってくるな。神、神買ってくるわ。明日買うものなんやろな。神かな。神かなとか言って。ちょっとさ、これなんかこのペンちょっと書きにくかったから、ポスカで書く。あ、ようちゃんまたわ、ありがとう。あ、ようちゃん、ちょっと待って、山ちゃんから書くわ。山ちゃんタワーありがとう。なんかさ、かける3とか書くのさ、なんかちょっと嫌に見えちゃうかな。みんな嫌に思わへん、かける3とか書いたら。大丈夫、じゃあポップな3にしとくわ。そしたらなんか和らぐ。なんかどうしたらいいんか分かんないけど、サインとか書いちゃった。サインがないとか怒らへん、気使わんといてな。ありがとう山ちゃん。で、待って、タワー投げてくれたら何でもいいよ、面白すぎる。ありがとう山ちゃん。タワー、山ちゃんね、昨日ね、頑張ろうなって言って、めっちゃ気合、頑張らなあかんなって言ってくれて、ありがとう。初日からこうやって、山ちゃん、山ちゃんはね、めっちゃね、いい人、優しい、なんかね、ほっ本当に心の底からいい人だと思うって思う。話してて、お話がいつも楽しいよ。ありがとう、現場も来てくれてありがとう。せーの、ツンタバー。初めて星3周成功したセブ島から我進化した。おめでとう。偉すぎ、さすがに照れるやん。かわいい。さすがに偉すぎちゃう。3週もできたん。あ、ようちゃん、ようちゃんタワーくれてたんやった、ありがとう。アザラシようちゃん、タワーありがとう。ポニーテかわいいやって、ありがとう。この絵文字送ってくれた。笑顔好きって言ってたから笑おう。ようちゃんタワーありがとう。ようちゃんの笑顔にいつも救われてるよ。でも無理して笑わなくていいからね。でも一緒にいるときは笑えたらいいね。ありがとうようちゃん。せーの、ツンタワー。もう変になってんの。ファンの方いい人だらけやね。ね、ありがとう、みんな協力してくれたり、あと見に来てくれてもありがとう。タワーちゃんと読めた全部。ありがとう。なんかペンライトも振ってくれてるし。ありがとう。泣いていいやって、泣いていいよ、しょうがない、それは飲むわ。涙飲むわ、さすがにこんだけしてくれたし。こんばんは、こんばんは。
時間確認女星さんシュートコメント完了しました、ありがとう。もうどうしたらいいかわからなくなって、みんなありがとう、みんなどうしたらいいの、こんなしてもらって、ありがとう。楽しいね配信。星さん週しました、山根隊長ありがとう。今の顔怖かったよね、なんかピシッとかしてどうやって、まごめんね。あ、またタワーくれてんの、まゆぴちゅさん、かほさん、ふすくすさん、ありがとう。まゆぴちゅさん、めっちゃ字汚かった、ごめんね。あ、かほさんや、アホさん、あれ、ススクスさん2個目、あー、ありがとう。みんなありがとう。なんかほんまに久しぶりやな、ショールームのイベント、めっちゃ懐かしい感じするわ。星さん集しましたってさ、星、え、携帯の調子悪くて星連続で投げる、全然いいよ、一つ嬉しいから。星かき集めてきました、ありがとう星。3週とカウントやってみたよ、なんか2週目うまくいかなかったから明日は頑張る、いいよ、ありがとう。微力ですが星さん週していただきます、めっちゃ嬉しい、ありがとう。星いっぱい投げた、ありがとう。カウントも星様もありがとう。今3週目投げてます、食べるわ、食べた、ありがとう。まず誰かな、カホさんか、マユピチュちゃんかな、じゃあマユピチュちゃんからね。ありがとう、マユピチュちゃんタワー来てくれたよね、今日、昨日もね、前髪切ったよね。ありがとう、まゆぴちゅちゃんもね、こういうのめっちゃ上手なんですよ、私より全然上手、ありがとう。いつか作って背景。ありがとう、せーの、ずんたろ、ありがとう。そしてかほさん、あら、ありがとう。リンゴとかしとく、片方リンゴやけどいい、ありがとう。この前のさ、ズンリー配信来てくれてたカホさんかな、あ、8月お話し会楽しみして、ズンちゃんの誕生日の待ってる、もうバッチリ覚えたよ、カホさん、ありがとう。せーの、ズンタワありがとう。そしてウスクスさん2個目ピースにするわ、じゃあ、フスックスさん2本目やん、よく会うことが多いフスックスさん、ありがとう。昔からめっちゃ全部のショールーム経験してるんちゃう、ショールーム選抜とか懐かしいね、ありがとうフスックスさん。せーの、ツンタ、ありがとう。今日1時間足りひんね、もうちょっと話したいよね、
ありがとう。お星様も見えてるよ、ここ投げてくれてんの。コメントもカウントもね、あとギフトめっちゃご機嫌ね。やってだってずっと楽しみにしてこの背景見てもらうの。あの本当にメールとかにも送りたかったけど、もう我慢して最初の配信で見てもらおうと思って、これ見てもらえたのめっちゃ嬉しい。ありがとう。そう、まあ、ショールーム選抜ね、今回、まあ、ノーツにも書かせていただいたんですけど、あの今回は1位を目指して頑張りたいなって思います。2週間半かなくらいなんですけど、あの頑張りたいと思います。でも前よりなんかいいのは1日3時間っていうすごくありがたいですね。そう、なんで今回1位を目指そうかと思った理由なんですけど、あのまあ2回ショールーム選抜16位と14位にならせていただいて、まあそれもね、もうファンの方のおかげなんですけど、本当にそれもなんかその順位、最終の順位発表の日に巻き返して選抜に入ったくらい本当にギリギリのところで戦っていたんですよ。当時のショールーム選抜の時にもう21位とか18位とか17位とか、本当にそこをずっと行ったり来たりしていて、で最終日に本当にいろんな奇跡が重なって残り15分だけ配信してギリバーって選抜入ったりとか、本当に自分で言うのもなんですけど、シンデレラストーリーなんですよで当時ね、あの MV も撮ったことがなかったし、こうそういう選抜にも選んでもらえることがなくて、で、まあ、研究生、本当に無名の研究生、入りたての研究生が16位に入って MV を撮らせてもらえたりとか、2年目もねまだ研究生やったかな、その時も本当にこう、そう、あのそうそう、本当に頑張っていただいて、その2回目のね14位も本当は前日まで17位18位くらいにいたんですけど、最後配信して14位になって、14位で合ってるよね間違ったら怖い。そう、その本当に1回目の時は本当にもう無名の研究生の子が入ったみたいな感じで、プライベートサマー本当に大切なね MV ですごい嬉しかったんですけど、もう嬉しいのは大前提、本当に入れたのも奇跡だったので、本当にこうそうだったんですけど、やっぱりこう MV とかを撮っていく中で、こう歌を歌っていく中で、やっぱり16位とか14位はこうなんていうんですかね、こう歌う順番もこう後ろの方だったりしたので、そこはなんかはまたいつかこういう機会があったら前で歌って踊ってみたいなって思っていたので、次の機会があったらって思ってたところで今回これが来たので、あの今回はセンターで MV を撮って歌って踊りたいなって思ったので、今回こうショールーム選抜に入りたいじゃなくて1位を目指したいっていうのを言わせていただけて、でもすごくファンの方にね負担がかかるこうねイベントですし、すごい迷ったんですけど、もうこのチャンスだと思って、これチャンスをつかんでずんちゃんっていう名前も広がっていけたらなと思って、このショールーム選抜のイベントに参加しました。そして目標を掲げさせていただきました。ね、間違え
えてやっぱ2回目13位やったよな。え14位、13位やっけ。でも私本当に間違えてるかも。こんな大切な順位さ間違えたら怖いよね。ほんま直接次会った時ほんまグーパンチしていいよ。間違えちゃったか。14位。あーごめん。そう、それでね、本当に昔はなんか昔は本当に朝5時から夜12時までしたりもしてたんですよ、まあ、当時学生だった時は朝5時から8時までして17時から22時までとかだったんですけど、一回なんか配信イベントやった時に朝5時から夜12時まで本当一日中ずっと配信してて懐かしい方です。そういうね時代もあったんですけど、今はちょっと暖かくない、こんな感じになりました。で明日の配信は17時から18時、20時から21時、23時から24時ですの3回で配信するので、よかったら星3周とかコメントとかよろしくお願いします。ありがとうございます。何時今、あと9分や。また後でツイートもするのでぜひ見てください。で明日の配信中にまた次の日に時間考えよう一緒に。ずんちゃん自分の体調も気にしながらやるんだよ。ありがとう。 MV とか撮れたら本当に嬉しい本当に嬉しい。自分の声が入ってる歌とか、しかも8人やから多分 MV 映る回数とか多いかもしれへんし、もう絶対嬉しい。2回目13位やった、ごめん。そうよな、本当にごめん。13位か14位どっちかなと思ってた。13位でした、ごめん。13位の時ポジション良くてめっちゃ嬉しかった記憶あった、ごめんね。え多分ノートにも14位って書いてるよね私。調べたら14位って出てきてんけどさ、それは何やったんやろ。ごめんなさいごめんなさい、本当に笑って許されることじゃない、ごめんね。この度前回のショールーム選抜の順位を間違えてすみませんでした。一緒にさマクド食べる企画とかやろう。マクド食べる企画とかやらへん、一緒にやろうや。事前にメニューとか言っとくな、どのセットを食べるか。許すよみんな、ありがとう。あターボーさん、タワーありがとう。タワーありがとう。ターボーさん、タワーありがとう。ターボーさん、タワーありがとう。今日来てくれたよね。なんか一緒に頑張るって言ってくれてありがとう、ごめんね、ごめんねじゃないか、ありがとうターボーさん。嬉しい、なんかね話すと穏やかな気分になるし、なんか来てくれたら嬉しいし、なんか名前バッチリ覚えてるから本物やってなる配信でさあの名前めっちゃ見てる人とかやってさ本物やってなる人めっちゃ多いありがとうターボーさん、タワーいいスタートダッシュが切れます、ありがとう。
せーの、ツンタワーありがとう。なんかさ、5時くらいにさ夜ご飯食べてやんか。それもなんかめっちゃお腹いっぱい食べたわけじゃないからさ、めっちゃお腹空いた。私のことを知っていただけましたか、この配信で。このショールーム選抜というものに参加した理由とかもずっと言いたかったので、よかったです。ゆえと、ありがとう。明日は17時から20時から23時からの夜3本立てとなっております。よかったら一緒に頑張ろうね。お仕事が入ってね、配信できない日とかもあるかもしれないんですけど、頑張ろうね。なんか年に1回とか2回こうやってめっちゃさ死ぬ気で頑張るものが出てくるよね。すごい、でも応援するよっていう方がすごく多くて嬉しい。 SNS でもお話し会でもどっちもすごく素敵なスタートダッシュが切れました。みんなのコメントも温かいし、ありがとう。ね、終わる3分前やって、順位発表しよう。いっぱい話したいことあるのにもう終わっちゃう。13位アザラシようちゃん、おおきに。12位ゆりさん、おおきに。11位たもちゃん、おおきに。10位ゆうぽうさん、おおきに。9位まゆぴちゅさん、おおきに。8位けいたさん、おおきに。7位かずくん、おおきに。6位しんやとまくずんちゃんずさん、おおきに。5位もちゃん、おおきに。4位まるさん、おおきに。3位ふすくすさん、おおきに。2位やまちゃん、おおきに。1位すーさんです、おおきに。毎度おおきに。おまんじゅうみたい自分ありがとうみんな。そしてタワーとかありがとうね、ギフトもありがとう、コメントもお星様もカウントも全部ありがとう。センター目指して一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。ちょっとね、体調の関係で、体調を縦にするなって言われたらそれまでなんですけど、すごい細かい配信とかができなくて申し訳ないんですけど、まあ、3回か4回かに分けてできたらなと思います。ありがとう。なんかこのハッシュタグずんちゃんとセンターへって作りたいから、明日の配信までに作ろうかな。プロフィールに配信時間が書いてくれたら助かります。 OK 書くわ。ということで、すごくいいスタートダッシュが切れました。なんかでいいスタートダッシュの記事が分からへんねんけど、すごく自分的には楽しい配信でした。みんな来てくれてありがとう。また明日も頑張ろうね。企画はツイッターで発表します。メールにはさっき送っちゃったけど、ありがとうみんな。後ろのずんちゃんの次回ありがとう、そう作ったの。おやすみみんな。勝手に切ってくれるんかなこれ、いつも思うけど。はよ寝ます。おやすみ。みんなもゆっくり休んでね。あ、ハッシュタグずんちゃんとセンターへでツイートめっちゃしてもらってもいい？よかったらツイートしてください。毎日見ます、ハッシュタグずんちゃんとセンター。あと画像とかね、あの得意な子は作ってくれた方は使わせてもらいます。ずんちゃんが使うと思って投稿してください。嫌だったらあの使わないでって言ってね。ハッシュタグずんちゃん